どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました習志野市長の宮本大輔です。本日は大変皆様方お忙しい中、習志野市内の教育保育施設の管理職等臨時研修会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。また動画をご覧いただいている皆様につきましても誠にありがとうございます。習志野市内で教育保育に携わっていただいているすべての皆様にまずは心から敬意を表し、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。いつもいつも子どもたちの未来を育んでいただきありがとうございます。で、今回の研修会につきましてはご存知の通りであります。で、習志野市では常に皆様のおかげで質の高い保育教育ということで高い評判を得ております。ですので、もちろん皆様方に、この市内でこのようなことは起きていないわけでありますし、また今後も起きないというふうに信じているところでありますが、今回このような事案があったことに基づいて、これからもさらに素晴らしい保育を展開していただこう、また皆様方の日頃のお困りごとをですね、今日ここでいろいろ意見交換させていただこうと、こういう趣旨で今回このような研修会を開いた次第であります。本当に皆様方には大変忙しい中でこの場にお越しいただいて心から感謝を重ねて申し上げる次第であります。で、習志野市もおかげさまで今年もさまざまな事業を展開させていただき終えようとしております。これも皆様方のそれぞれのご苦労の上に成り立っているわけでありまして、心から感謝を申し上げます。また来年が素晴らしい、さらに今年よりもさらに素晴らしい年になりますことを心から祈念申し上げまして、私からの簡単ではございますがご挨拶に返させていただきます。いつも誠にありがとうございます。それでは本日の研修に流れについては表記の通りです。会の後半に地区ごとに分かれていただき情報交換や討議をいただく予定です。ご協力をよろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきます。はじめに不適切保育とはどのような保育のことを言われているのか、最近のニュースからお話をしていきたいと思います。11月30日、静岡県裾野市のさくら保育園で園児に対する虐待が行われていたことが明らかになり、保育士が逮捕されるというニュースが流れました。とても衝撃的な内容でした。その後も富山市の認定こども園での園児への暴行、仙台市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、そして先日は松戸市と連日のように乳幼児施設での不適切保育のニュースが流れ心が痛みます。私たち保育者はこんな子どもに育ってほしい、一人一人の子どもに対して願いを持ち日々の保育をしています。虐待や暴力行為は決して許されるものではありませんが、保育の中で危険な場面では怪我や事故を防ぐために制止したり突発的に大きな声を出したりすることもあります。事故や怪我につながらないようにととっさに止めるためにどういう意図があったものなのか、感情からの言葉や行動だったのかが問われているように感じます。行き過ぎた指導は単なるしつけなのか、虐待いわゆる不適切保育にあたるのか、非常に線引きが難しいと感じます。子どもが嫌な思いをしていないか、自分や自分の家族がされたり言われたりしたらどうかも判断の基準の一つになるのではないでしょうか。不適切保育とは、令和2年度に実施された子ども子育て支援推進調査研究事業不適切保育に関する対応についての事業報告書に、保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、
保育所保育指針に示す子どもの人権人格の尊重の観点に照らし改善を要すると判断される行為と記載されております。また平成29年3月に全国保育士会で作成された保育所認定子ども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト子どもの尊重をする保育のためにの中に人権擁護の観点から良くないと考えられる関わりを大きく5つのカテゴリーに分けて記載されていますのでご紹介をいたします。1つ目は苦手なことを渋っている子どもに早くやってできないなら後ろに行ってと言ったり他者と比較をしたりするような子ども一人一人の人格を尊重しない関わり。2つ目怒鳴ったり鬼など子どもが怖がるものを使ったりして子どもを保育者の思い通りに動かそうとする物事を強要するような関わり脅迫的な言葉がけ。3つ目は並ぶ時などに子どもの自発的な行動を待てず腕を掴んで引っ張る罰を与える乱暴な関わり。4つ目にいつもお迎えの時間がギリギリになる子どもに対して〇〇ちゃんのお母さん今日もお迎え遅いねという一人一人の子どもの育ちや家庭環境を考慮しない関わり。そして最後は寝かしつけの時などにいつも同じ子どものそばにばかりつく差別的な関わりの5つに分けて掲げられています。ではどうして不適切な保育が起こるのでしょうか。いつまでにこれを終わらせなくちゃ、去年のクラスはこれができていたからできるようにしなくちゃ、保育者の思いや願いが先行してしまい思い通りに子どもが動いてくれないことに焦りを感じ、厳しい言い方、脅迫的な言葉、乱暴な関わりが生じてしまうことが多いように思います。小さな行き過ぎた保育を振り返ることなく注意されることもなく日常となってしまい、いわゆる不適切保育になってしまいます。毎日の保育の中の小さな不適切を見逃していないでしょうか。ここからは講師の石毛よりお話をさせていただきます。それではここからは私がお話をさせていただきます。具体的な保育の場面から子どもの気持ちに寄り添っていない保育の例、不適切保育を防ぎより良い保育をしていくためにどうしたら良いのか、こちらのパワーポイントを中心に全国保育士会の人権擁護のためのセルフチェックリスト、習志野市子ども保育課で作成したより良い保育のためのチェックリストを合わせて見ていただきながら進めていきます。セルフチェックリストでは不適切保育の事例を良くないと考えられる関わりとして5つに分類し、並列により良い関わりへのポイントとしてどのように関われば適切な保育なのかが記載されています。5つに分類されたカテゴリーは重なり合い複合的な現れとなっていることもあります。全国保育士会で作成されたリストには多くの良くないと考えられる関わりが記載されていますが、今日は習志野市のセルフチェックリストをもとにします。後ほど全国保育士会の作成のものをご覧いただきたいと思います。それでは一つ一つのカテゴリーごとに良くないと考えられる関わり、こんな時どうするのかを見ていきたいと思います。カテゴリーの一つ目は子ども一人一人の人格を尊重しない関わりです。事例として、
苦手なことを渋っている子どもに、早くやって、できないなら後ろに行ってと言ったり、他者と比較したりなど否定的な言葉がけをする。保育者が子どもがすぐに取り組まないことを苦手と決めつけたり、渋っていると捉えたりすること自体が不適切です。子どもは今やろうと思っていたかもしれない、仲良しの友達となら取り組もうとするかもしれない。子どもの内面を探り、より良い対応をしていきましょう。日頃の保育で子どもの姿をしっかり見ていくこと、今どんなことに興味を持っているのか、好きな遊びは何かなど、子どもを理解していることが大切で、日々の保育を振り返ることで適切な手立てや言葉がけも見えてくると思います。カテゴリー2つ目は、物事を強要するような脅迫的な言葉がけ。事例として、集団行動をするための言葉がけをした際、言葉がけを聞かない子どもに、何々しなさい、しないと〇〇できないからねと言葉をかける。何々しないと〇〇できないからねという言葉がけは、脅迫的な言葉がけと捉えられます。保育者が子どもの自己肯定感が高まり、自分で考えたり自分から行動する力をつけてほしいと願いを持つことはとても大切です。しかし、脅迫的な言葉がけは自己肯定感をなくすことにつながり、やる気もなくしてしまいます。例えば、お片付けしないと外に出られないよと条件付きの言葉がけではなく、また遊べるように片付けようね、きれいになったから外で遊ぼう、自分からやる気につながるような肯定的な言葉がけや対応をしていきましょう。カテゴリーの3つ目は、罰を与える乱暴な関わりです。事例として、子どもの人数チェックをする際、子どもの頭を手で叩くようにして人数を数える。これは乱暴な関わり方です。保育の中で子どもの人数を数える必要があることは時々あります。でも、子ども一人一人の頭を叩きながらの人数チェックしかないのでしょうか。先生に頭を叩かれたと思う子どももいるかもしれません。数をどう数え確認するのか、子どもの年齢や発達を考え、目視で数えたり、名前を呼んで前から一人ずつしゃがんでもらう、数字に興味が出てきた頃なら自分たちで番号を言ってみるとか、いろいろな手立てがあります。なぜ数える必要があるのか、こうやって数えるよと事前に知らせておくことも、子どもが数える必要を理解することでスムーズな人数確認になると思います。カテゴリーの4つ目は、一人一人の子どもの育ちや家庭環境を考慮しない関わりです。お休みの日にどこに行ったかお話ししてとの問いかけについて、クラスの子どもたち全員に発表してもらう。これはお休みにどこに行ったのか、全員がみんなの前で発表することに問題があります。保育者は一人一人の家庭環境を理解しているはずです。楽しく話せる子どももいるかもしれません。でも、悲しい思いをする子もいるかもしれません。
子ども一人一人が自分から経験したことなどを保育者に語りかけてきたときは、じっくりと耳を傾け、一緒に喜んだり共感したりすることは大切です。みんなの前で話をすることは確かに教育的に意義があることで、経験してほしいことですが、全員に話をしてほしいと願う時の発問や題材は難しいです。自分で考えたこと、自分の経験を自分の言葉で話せるように、日頃の遊びや共通の経験を題材に取り上げるなど、何を問いかけると子どもにとって意味のある経験の場になるのか、これはやはり日々の保育の振り返りから気づかされることだと思います。カテゴリーの5つ目は差別的な関わりです。いつまでも泣いている男の子に、男の子だからいつまでも泣かない、いや乱暴な言葉遣いをする女の子に、女の子だからそんな言葉を使ったらいけないと注意する。どのような時も性別の違いが関わりの理由になることはありません。多様性や一人一人の違いを認め、当たり前に保育することが大切です。この事例では悲しいから泣いている子どもに寄り添い、理由をしっかり理解する、また女の子なのに言葉遣いがではなく、性別に関わりなく良い言葉遣いを知らせたりしていくことをしましょう。セルフチェックリストは保育者一人一人が取り組めるようになっていますが、保育者が自分の保育を振り返ったときに、経験等の違いで自分の良くないと考えられる関わりにあまり気づかないこともあるかもしれません。その実態を受け止めることも大切です。セルフチェックリストを繰り返し行うことで、保育者一人一人の気づきが多くなる。自分で気づくことでより良い関わりを意識することにつながる。良い関わり方をたくさん知ることで、保育の質の向上と不適切保育を防げることにつながるのではないでしょうか。セルフチェックリストの良くないと考えられる関わりやより良い関わりのポイントは一例です。自分の保育を振り返り、類似した関わりが行われていないかを考えていくことも必要です。ここからは複数の保育者で取り組んでも成果が上がると思える演習を兼ねた事例に移ります。事例1、子ども一人一人の人格を尊重しない関わり。 A 先生が大きな声を上げている場面、そばを通りかかった時に呼び止められました。園長先生、 B ちゃんはいつも靴を出しっぱなしなんです。何か言ってもわからないんです。そばには不安そうな目で見上げている B ちゃんが立っています。子どもの心の読み取り、また言われちゃった、 A 先生いつも怒る、でも忘れちゃうんだもん、園長先生も怒るかな、いつも言われるの嫌だな。園長の対応、かわいい靴だね、大事だよね、迷子になるとかわいそうだから靴箱に入れておくね。不安な気持ちを読み取り、さらりと言葉がけをする。そして園長の保育者の心の読み取り、子どもに対して大きな声を出しているところを見られて気まずかったかな、
今の言葉、園長先生どう思ったかな。園長の思い、自分が発している言葉が周囲にどう思われているか気がついているかな。子どもの人格を尊重する気持ちが薄いかもしれない。そして園長の保育者への対応、保育終了後当日のうちに保育者と話をする時間を設ける、自分の対応を振り返り気づいてもらう場を設けていく。この事例は園長をさせていただいているときに一人の職員が子どもの前で声を荒げて私に訴える発言がありました。そのことをもとにして作成した事例です。この事例は子どもの前で子どもの日について話すことがまず不適切です。保育者同士の間でもあることが、こういうことがあるかもしれない場面です。ずっと見ていたわけではないので園長としてもどう対応したら良いのか迷います。とっさの判断で良いと思う関わりを導き出すことはなかなか難しいと思います。日頃からいろいろな場面を想定して考えていないとなかなか良い関わりは難しいですね。この事例は保育者にどう対応するのか子どもの前ではできないなと判断し、保育終了後にどのように今日の関わりが完結したのかを聞きながら、事例になっている子どものために今後の保育をどうしていくかを話し合う場を持つという園長の対応にしています。事例に罰を与える乱暴な関わり、この事例は京都府保育士会の事例を使わせていただいています。運動会を間近に控えた予行練習の日、時間が押し気味で担任も少し慌てている様子、早く並ばせたい担任とはしゃいでなかなか並ばない子どもたち、早く並ぼうねの担任の声もだんだん大きくなってきました。決められた順番通りに並べているか最終確認をして、最終確認をしていた担任は A 君はこっちでしょと A 児の腕を引っ張ったり、 B ちゃんはあっちと押し合ったり、だから早く並んでと大声を出しています。子どもの心の読み取りです。腕を引っ張られて痛いな、嫌だな、押されるのも嫌だな、先生はいつも引っ張る、みんなが見ていて恥ずかしいな、そして運動会嫌だな。園長の対応、 A 君自分で並べるよね、 B ちゃんもどこに並ぶか分かっているよね、自発的に子どもが動いてくれるような働きかけをします。保育者の心の読み取り、全くいつも並べないんだからこの子たちがきちんとやれないと困る、腕を引っ張ってしまったのはどうだったかな、園長は乱暴な、あ、ごめんなさい、園長の思い、先生は乱暴な対応しているな、自分で気づいているのだろうか、子どもの気持ちが心配、怪我をしていないだろうか、そして周りで見ている子どもたちの気持ちも気になるな。保育者への対応、運動会に向けて忙しくなったりできていないことを心配しているので、先生方の頑張りをねぎらいながらも事例を全体に投げかけ、忙しさを理由にやってはいけないことがあることを確認して伝える。今ご紹介した2つの事例は読み取りの枠内を空白にして園内で演習としても利用できるような組織です。複数の保育者で考えや意見を言い合うことで、さまざまな事例をもとに場面の読み取りの違いや対応の仕方もより良い対応が豊富に出てくるのではないでしょうか。
みんなで言い合うことが大切。日頃から保育を振り返る、自分の対応を振り返る習慣が大切です。自分の保育を振り返り、日常化する方法をとっていくことが大事で、毎日10分、5分でもいいです。自分の保育で気になったことを振り返る、そして同僚との会話を積み重ねることで自分の良い関わりを増やすことにつながります。上司、管理職の皆様には5分、10分の時間を作っていただくことや、保育者の小さな気づきや良い関わり方の実践をさりげなく認めたり、全体に広めたり、その後はどうなっているのか確認したりすることを怠らないでください。まとめとして、不適切保育を防ぐために、不適切保育が起こる理由として、保育者の認識の問題と職場環境の問題の2つから挙げてみました。自分の援助や指導を適切な保育と捉えている、不適切な保育を見たことがある、うすうす気づいてはいたけれどあまり気にしなかった、叩いたり蹴ったりしていないから虐待とは思っていない、保育者の思うようにならない子どもがダメであると捉えている、保育者自身の対応を振り返ろうとしない、上司や同僚の助言や意見に耳を傾けようとしない、一人で抱え込んでしまう、悩みを表現しない、最初一番初めの丸、援助や指導を適切な保育と捉えているというのは、保育者自身の 対応を振り返ろうとしないとやっていることが全て正しいと思ってしまいます。その日の対応を振り返ることで、今日の指導や援助はどうだったのかなっていうのを考えることが大事だと思います。また不適切な保育を見たことがある、うすうす気づいている、でもなかなか同僚にそのことを話をするのは難しいかもしれません、ちょっと怖いかもしれません、でも上司の方に相談をするとか、いろいろな方法があると思いますので、皆さんで不適切な保育をなくしていけるように考えていけるといいかなと思います。次に職場環境の問題です。今はコロナ禍であり、だいぶ落ち着いてきたにしても、黙食や誤食、集えないことから来る孤立感があるのではないでしょうか。他に健康観察と警備ではあっても継続的な仕事が増えている、保育に関する問題課題を取り上げ施設全体のこととして解決していく体制が体系的に整っていない、他にもあるかもしれませんが、この3点を挙げてみました。次に、適切保育を回避する保育所等の役割。保育者が丁寧に子どもと向き合える職員体制の整備、保育者の事務的な仕事や日々のルーティン化している仕事の軽減、保育者が保育や人間関係などに悩んだとき安心して相談できる仕組みの整備。不適切保育を回避する保育所等の役割、これはすぐには難しいかもしれませんが、管理職のリーダーシップで改善の方向づけをお願いいたします。特に3番目の保育者が保育や人間関係などに悩んだときに安心して相談できる仕組みの整備、
皆さんの身近に気になるな、心配だなと気づいて見守っている保育者の方はいらっしゃいませんか。子どもと同じように保育者の皆さんも保育の多様性を受け入れ表現できるチャンスをあげていただきたいと思います。自分から表現できれば良いのですが、誰かの声かけを待っている保育者もいるかもしれません。また心配している同僚から管理職への相談もあるかもしれません。保育者が思いをためずに小出しでも良いので話せる環境を作るのは管理職の皆さんの役目です。また本日聞いていただいたセルフチェックリストを施設の状況に応じて活用し、定期的に行う、複数で行う、演習やテーマを持った話し合いを研修や会議等で位置づけていくことなど、保育者が子どもの人権を尊重したより良い関わりの保育になるように環境づくりもお願いします。適切保育を回避する役割の自治体の役割です。多様性を理解することで子どもの理解につながる定期的な研修体制、保育者の皆さんが研修に無理なく参加できる体制づくりへの支援、個人的に相談できる窓口の設置と丁寧な援助、施設を支える自治体の役割としてはこれらのことが考えられます。具体的にはこの後松田士官が話されます。最後になりますが、各施設にも研修で伺いお力をいただいている臨床心理士の永井先生からのお話です。期待と信頼の違い。期待は条件付きの関係、期待したことができたら信頼できること。信頼は自分も相手も尊重する関係、需要と共感から作られている。信頼関係は保育の本質です。保育者同士、保育者と子ども、保育者と保護者、需要と共感を大切に信頼を積み重ねていきたいと思いました。私の話は以上です。ありがとうございました。石毛先生ありがとうございました。ここからは松田がお話しいたします。例年年10回の幼保行動研修会を開催しておりますが、多様な子ども理解についての内容や子どもの人権についての内容なども定期的に盛り込むことで保育者の意識を高められるような研修体制の構築に努めていきたいと考えております。また研修の動画配信についても検討を進めながら、無理なく研修に参加できる方法を研究していきたいと考えております。では万が一各施設で不適切保育が疑われるケースが見られたときにどのようにするかについてお話しいたします。この度の報道を見聞きしておりますと、不適切保育の小さな芽があったときの対応が遅れたり見逃したりしたことで大きな事案になっているように感じます。万が一各施設におかれまして不適切保育が疑われるような事案を把握したときには市の方にご一報ください。保育園、子ども園、幼稚園、小規模保育事業所、あじさい療育支援センター等は子ども保育課の方にご連絡をお願いいたします。放課後児童館につきましては児童育成課にご連絡をください。こんなことでと思わずにご相談をしてくださることで一緒に聞き取りをしたり考えたりできると考えております。保育者の皆様方が
子どもたちのためにと日々頑張ってくださっていることを保護者の方も理解してくださり、ねぎらいの言葉もたくさんかけてくださっていることと思います。しかしこの度の報道を受けて敏感になったり心配になったりしていることも事実ではないでしょうか。私たちは教育保育を担う施設の職員で保育のプロです。この度の報道を受け注意をすることを躊躇したり怖くなったりしていることも生じているかもしれません。しかし友達とのさまざまな体験を重ねる中でして良いこと悪いことを分かったり、友達の気持ちに気づきながら決まりを作ったり守ったりするようになる道徳性や規範意識の芽生える大切な時期です。今までと同様に教育保育は丁寧に積み重ねていきたいですね。その中で子どもがまるまるしないから、話を聞かないからではなく、自分の保育を振り返ったり同僚と一緒に保育について語ることで、今日のこの一言、今日のこの対応、子どもにとってどうだったかなと考えることが不適切保育を防ぐことにつながるのではないかと考えます。より良い保育のためのチェックリストは全国保育士会で作成された保育所認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリストから一部抜粋し、具体的な対応を組み込むことで日々手軽に見返すことができればと願い、 A3 版にまとめたものです。各施設でご利用いただくとともに、本日の研修内容について改めて各施設でも研修を実施するなど全職員に周知をしていただき、習志野市の子どもたちの笑顔と安心安全な保育のために、子どもの人権の尊重や子どもの人権擁護について今一度知識を意識を高めていただきますようよろしくお願いいたします。